はい、山田でございます。僕のね、近所のお店で、セクハラ店長のお店があるんですね。で、結構有名なんです。で、まあ、なんでそれがわかるかっていうと、まあ、小さい町ですから、そこで働いてた子が面接来たりとか、まあ、逆もあるでしょうし、僕の情報も、ね、流れてたりはするんでしょうけれども、まあ、しょっちゅう耳にするという感じでございます。で、セクハラ店長というのがどういうことをするかっていうと、研修中にね、右も左もわからないセラピストさんに抜かせるっていうか、なんていうか、生かしてもらうみたいな、抜きの要求をするっていう感じだったりとか、またちょっと別の店なんですけど、そういった店長さん的な存在がね、やってあげるよ、教えてあげるよって言って体を触りまくるみたいな、そういうようなセクハラ被害も出てるんですが、そのお店はちょっと置いといて、あのセクハラ店長の有名なお店についてお話ししますけどね。こんな感じで、昔からそれ知ってたので、怒ってたんですよ。メンズエステの、業界の、まあ、宝じゃないですか。テラピストさんを新しく始める方たちってさ、に対して何をやってくれてるんだよって、すごく怒ってたんですよね。で、そういう動画も出してたし、もう信じられないというかね、よくそんなことできるなという感じで言ってました。まあ、この間聞いたばっかりなんですけどね、えってまだそんなことやってんのかよって思いましたけど、ただ最近は怒りというよりは、まあ、残念というか、がっかりというか、ああみたいな感覚を受けました。まだそうなのって、そんなアホだとは思ってなかったと、アホだとは思っていましたけれども、そろそろ気づくだろうみたいな、これだけネット社会でね、何年もやってるわけですか、そのお店もねアホじゃないのっていう笑えてくるというか、ただその行為自体は本当に最悪でね、被害者、その性被害に遭ってる、セラピストさん、しかもメンズエステの、セラピストさんの卵ですよ。本当にもう、まあ、かわいそうというか、なんとかしたいっていう風な気持ちでもおります。で、なんで怒りという気持ちが少なくなったかっていうと、要はそのお店で働くセラピストさんがいるわけですよね。今日でもね、セクハラ全員が合ってるかどうかわからないですけども、まあ、そういう噂も多数出てるし、またあの多少そういうセクハラ合ってると思うんです、にもかかわらず出勤しているセラピストさんがいるっていうことは、いろんな事情があるにしても、その行為自体、その真っ黒なそのお店の店長さんの性処理に使われているということに関して、受け入れてるかいやいやかわからないけど勤務を続けているというね、と考えたら、それをまあありとしている、良しとしている人たちがこの世の中にはいるんだろうなっていう考えに至ったんですよね。だから僕の中の常識で、そんなのありえねえだろうって、やめてくれとかね、早くやめろとかね、思ったり言ったりするけれども、そうじゃない意識で働いてる方たちが、なんか事情があるなりね、いろんなことがあるんでしょうけれども、いる。だからこそ店が運営し続けているというね、いうことであればね、僕が怒ってもしょうがないという、残念なことだけど、同じ人として、そして同じ男として、もう非常に残念なだなと感じるんですけれど、しょうがねえなというか、まあ、それで回ってるのはそういう人たちでやってんだろうなみたいな感覚でおります。で、さっきの話戻りますけど、うちにも面接来られるじゃないですかね。小さい町だから、いろんなお店で働いた方もいらっしゃいます。その中でのお話でね、研修中に、行かせてほしいっていうのを言い出したから、やべやべって、やべえやつだっていうことでね、店長さんに対して、すぐ辞めてきました、そしてプリエルに来ましたみたいな方が、まあまあぼちぼちいるんですよね。で、よかったねって、うちはそういうの一切ないからねって、うちはもうこれだけ言ってますし、一切ないです、僕も男性のお客様、ということで実験台になって、それこそ鼠径部やってもらったりとか、くっついたり乗っかったりしてもらったりして研修したりもします。ただ、僕は一切そのセラピストさんのことをエロい目で見ない、女性として異性として見ないって決めて接してますので、おそらく、僕になんかいやらしい目で見られたとか、もう何百人と研修はしてますけど、そういうセラピストさんはおそらく一人もいないんじゃないかなって思うぐらい徹底してやってはおります。なので、あ、うちは大丈夫だよって、もちろんそんなのあるわけないよっていうことで、採用したりすることもあります。
ただだからさ、そういうセクハラ行為が行われたとしてもですよ、頑張ります、働きますっていう方がいるってことだからね、考えられないけど、それが現実なんだなっていうふうに感じております。ありえないんだけどね、普通に考えたら。あとはそういうふうにね思ったきっかけもう一個あって、うちに面接来た方でね、やっぱりその該当のお店で研修受けてデビューして、でそのセラピストさんは研修の時もセクハラ行為があったし、また、なんかたまにその店長さんがふらっと部屋に来てマッサージしてよみたいな、抜いてよみたいな、まあ、そういう言い方したかわからないけどマッサージを受けに来るんですって、店長さんが受けたいタイミングで、で最終的には抜いてよって言って抜いて終わるみたいな。ありえないでしょ。でもあるんですよ、日本に、っていうか近所に。ありえない。でそれが嫌で辞めたんですみたいなことをおっしゃってたんですよ、うちに面接来た時にね、だからよく聞くけど、ね、そのお店の話はよく聞くけど最悪だったねって、まあ、うちはそういうことないから大丈夫ですよっていう話で、まあ、採用の方向に、考えていたんですが、当時そのコロナの、一発目の波の時期でね、ちょっと自粛するかもしれないから、自粛明けにまだお仕事決まってなければ、なぜなら自粛してる間稼げなくなっちゃうからね、だから自粛明けに声かけるので、あの来てみたらどうですかみたいな、ちょっとこのままだとお店も一旦、1ヶ月間自粛したんですけども、そのタイミングだったので、ちょっとお休みするかもしれないのでって言って、まあ、返したわけですよ。でコロナ明けてさ、営業再開して声かけるじゃないですか、営業再開しましたからもしよければ来てください、採用ですよって言って、連絡したら、なんとそのセラピストさんは元いたセクハラ店長の店に戻ってた。あんだけ嫌がってたのに、でも別に否定してないですよ、そのセラピストさんのこと。何か事情があるなりね、その方の正義だったり、信じる道とかあるはずじゃないですか、僕じゃないからね。でもあんだけ嫌、セクハラ嫌がっていきなり部屋入ってきて抜いてよって言われるのすごい嫌がってたのに、その店長さんの元に戻ったんだみたいな、それすごくショックを受けたというか、ガーンというショックじゃなくて衝撃だったって。ってそんなのがあなたはありと思うんだねって、いろんな事情はあったにしても、それを目つぶろうという判断をしたわけじゃないですか。でその方の判断を否定してるわけじゃなく、そういう方がいるんだっていうことに気づいたわけですよね。なるほどって、だから成り立ってるんだって。そう考えたら そこのお店ではね、苦労してるセラピストさんもたくさんいると思うし、嫌だな嫌だなって思ってるセラピストさんもたくさんいるとは思うけれども、一応は、残念ながら成り立ってるっていう、それぞれのその需要と供給とか持ちつ持たれつが、成立しているっていうと考えたらさ、何言ってもしょうがねえなみたいな、そういう方たちもいるんだなみたいな風に思います。最後に、これ聞いてる方でね、セラピストさんで、うちがまさにそうなんだと、セクハラ店長なんだと、性的な要求してくるんだって、なぜか私にしてくるんだみたいな、研修時なんか もう特にですよ、右も左も分からない、これからメンズエステのセラピストさん頑張ろうとしてる、子によくするなと思うけど、そういう経験があったとか、今いる店長がそうですみたいなことであれば、もうすぐにでもやっぱりやめた方がいい、そんなやべえやつだと思って税引いた方がいいです。まともなお店増えてきてるから、そういう変なというか犯罪じゃないの、それ性被害でしょそれ、そんなね変な店でもうやるのやめなさい、もう本当に。あとは、研修するって言ってて、体触られまくって、なんか逆にその店長みたいな人が女の子裸にしてオイルこうやるんだよっていやらしい顔しながらやってるとかも聞くしね、ありえない。でもそれがよく成り立ってるなって思うけどね、まあ、皆さん働く側のセラピストさんもなんか事情があるんでしょうけど、そうじゃない店があるから、まともなちゃんとした店が今ほんと増えてますから、そっちにもう移籍した方がいいって。本当にやっぱり精神的におかしくなるから、ね、そんなとこで我慢して性被害を毎日じゃなくても、日々受けながら、おかしくなるよっていうか、一番悪いのはそういった店長さん、オーナーさんですけどね、自分とこの従業員に普通
通にセクハラしてるという、そういう、まあ、怒ってきたけど、怒ってもしょうがないので、この辺で終わりにします。まあ、こういう発信もね、していきますのでね、本当気をつけてくださいな。ということで終わります。ありがとうございました。